なになに。こんにちは、ナバドス。今日もキリトくんと、戦っていきますぞ。私のワールドに勝手に現れたキリトくん、全くもって許せません。よし。夜ですな。出たな、キリトくん。今日こそ倒してみせますぞ。よし。やっぱり君が悪い。あれ、今日のキリトくんは活発ですな。昨日と何か違う感じです。新しいエクストラスキルですか。でもねえ、そんなの私には関係ないんです。こっちには最強のエクストラスキルがあります。ふっふっふ、上位エクストラスキル、クリエイティブー。これには絶対に勝てないでしょうな。これ以上好き勝手にはさせません。うおやー。やっぱり君が悪い。なんでしょう。昨日より活発な気がします。もう少し様子を見ますかねー。あわわわわわ、出たな。どこだ？こっちには金リンゴもあるんですぜ。サバイバルにされてもねえ、金リンゴが守ってくれます。ほら、正々堂々と戦いなさいよねえ。ゾンビめ、今は忙しいの。うるさい。その変な音楽をやめなさい。近所迷惑でしょうに。そうそう。静かに行きましょうよ。ほら。キリトくん。私が相手になりますぞ。本体はどこですか？どこかにあるんでしょ？本体があるんでしょ？どこ？出てきなさいよ。おい、キリトくん。ちょっと、ゾンビさんは呼んでません。あっちに行ってなさい。怪しいパーティクル。昨日見たやつですな。あそこに本体がいるかもです。よし。金リンゴも食べた。サクッと倒していきますかねー。ふっふっふ。くっそー、なんか重いんですけどー。自由に動けないんですけどー。なにこれー。ひどい、卑怯ですぞ、キリトくん。こんなインチキするなんて、ひどい。なんか来た。なになに、キリトくんってこんなでしたっけ。わー、ちょっと、怖い、怖いですって、くっそー。リベンジ。どこだー。うるさいー。迷惑だから止めて。キリトくん、止めなさいって。こら、早く止める。怒られますぞ。おーい。まったくもう、全然注意を受け入れませんな。迷惑ご近所さんですな。おい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 、いい加減にしなさいよ。本気で怒りますぞ。キリトくん、どこ行ったの？逃げちゃったの？おい。この重いのをどうにかしてください。おい。聞いてますか？え。また気持ち悪い声が。後ろから来るなんて、なんて卑怯な。こら、そういうのは良くないですぞ。正々堂々と来なさいって。おい、聞いてます。くっそー、ひどい。こんなのって、ひどい。
今度こそリベンジです。どこだキリトくん、どこ姿を見せなさいよ。とんでもないねー。これはひどいねー。もう一回。どこだ、どこにいる。ほら、堂々と勝負ですぞ。おい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 。だー、かー、らー。リスキルやめなさいって、卑怯者め。いい加減にしなさいよ。いつからエッツトラスキルがリスキルになったの。そんな人だったんですか。くっそー。これじゃあ、何もできませんって。ああ、イラ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 。動けないし、リスキルされるし。まったくもってひどい。おーい。そろそろやめなさい。楽しく真剣勝負しましょうよ。ああ、うるさい。ミュートしなさい。その声、ミュートしなさいっての。真っ白。ちょっと、ダメだ。もうダメだ。こんなんされたら、何もできませんって。ひどい、くっそー。これクラッシュしちゃうじゃないの。はい。今回のキリトくんは、こちらのアドオンの要素でした。本当はねー、サイレンヘッドさんを見たかったんですが、全然出ないの。その代わりにねー、真っ黒な意地悪キリトくんは出ました。ほんと意地悪。動けないし、リスキルされるし、倒すとかの次元じゃないんですもん。卑怯ですよ。これ、これね、卑怯者の人？ああ、悔しい。あ、昨日の動画もそうですが、この動画の概要欄にも、リンクを載せておきます。気になった方は、自己責任でプレイしてみてくださいな。運がいければあれですぞ。サイレンヘッドさんを見られるかもですぞ。運が悪ければ、私と同じ運命をたどりますけどねー。ああ、疲れた。